だからさっき来た人、うん、さっき来た人コメントが残らへん。あのなぜかアプリが強制終了しました。へえ怖いよ、やめてください。大佐俺は怖い。大佐俺は怖い。あれ面白かったな。ねあ、ごめんなさい。大佐、はい、俺は怖い。プレデターの話でございます。どんとこ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 どん、これプレデターのテーマです。どんとこ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 どん。さはい。でも、なんか飛ばしてきた。うぅまあ、死んでますからね、僕。死にましたね。ビクビクビクってなりながら。はい。あの、さっきの方もコメント読めへんかったから、はい、まあ、またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。花井さん、花井さん、花井峠さん。花井さん兄弟。花井峠さん。兄弟ではないですけども、花井さんはどこに花井さんいました？どんどこどんどこハゲてんの？どんどこどんどこ、俺ハゲ、そうそう、二人ともすごい怖いんですけど、ハゲてる、ハゲてる、どんどこどんどこどんどこ、あんまり花井峠さんっていう話題出ただけでハゲてるっていうのは あんまダメですか？いや、いいと思います。ダメですか？もうあれがもう、なんでしょうね、トレードマークみたいなところじゃん。トレードマーク、そしてチャームポイントねえ、はい、そして SSLE ですから。何ですかそれ？プレデター花井峠平さんね。いや、花井さんで言うたらあれかな、ないです。ないですね。特になかった。プレデター的な要素は花井峠平さんにはないですね。まあまあ、ここにありますけどね。やめますね。ああ、こういうところがありますから。あれにプレデター面つけたら、うん、そうです。プレデターじゃ、プレデター二等兵、あの仮面をつけたら完全にプレデターではあるんです、ね、プレデター二等兵なので、うん、ここあとはもうこうこうこう、お山遊園地をこう、なんすかそれ。お山遊園地ってやりませんでした、ここで。お山遊園地みたいなやりませんでした。やらないです。昔何やったっけな。やらないです。何かでやらないです。ありがとうございます。スーパースペクタルライブエンターで、ありがとうございます。すごい勉強してるね。すごいね、 SSLE。 ああ、本人君ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そんなあのライガーさんではないっていう。ライガーさんではないですね。ライガーさんはまだ頑張ってますから、頭頂部。頭頂部。ライガーさんは頭頂部頑張ってますから。これは何も言ってないぞ。新しいウィッグになってますからね。ああ、はい。ライガーさん、また先ほどの方よかったらコメントいただけると助かります。よろしければありがとうございます。ということでね、花井さん、あ、でも皆さん大好きですよ。で、今のね、花井さん嫌いな人っておる？おらないでしょ。いないですよ、うん、本当に花井さんに至ってはいらっしゃらない。まあ、正直どの方もなる松竹芸能の人のイメージすごいいい人のイメージ、いい人がおるイメージ。まあね、確かに多いイメージ、うん、なんか、うん、なんか何もない。何もない、よどみがない、よどみがない。やっぱりね、事務所の大きさみたいなところというか、こういう言い方も変かもわかんないですけど、特に若手とか見てたらね、うん、吉本芸能、いや吉本さんの若手の面々ってなったら、層がもう厚すぎるから、あ、もうピリピリ感がすごかったりするのよ。もしくはなんやろうな、それぞれのグループがあったりしますけども、殺す、もう松竹芸能さんに至って、はい、ここが立ちすぎてて、あ、そうそう、それぞれの、まあ、コンビで組んでたとしてもそれぞれが立ってたりもするし、ピンでやってる人も立ってたりするし、すごい目立つんですよね。はい。だからどっちかっていうと人間的なところで見るとものすごくね、松竹芸能さんのね、うん、皆さんね、ぜひとも粒がえぐいってことですね。よくそのネタライブ、じゃネタライブであったりとか、その今テレビでやってるね、今僕が何一つ反応できひんコメントいっぱい出て流れてます。今僕何一つのコメント、反応できひんコメント流れてますね。もうなってしまいます。大丈夫ですよ、大丈夫、はい、絶対反応しないんで大丈夫ですよ。 そっちの方でもね、松竹芸能さん出てあったり、もう一言言えるのであれば、うん、もう終わったよ。僕のいろいろと、はい、僕終わったよ、もう、うん、これ以上終わり、これ以上終わり、はい、はい、喋らなーい、はい、バンザーイ、キーバンザーイ、キー。あー、ご自身で言うて、あー、そうか、あっちの方の話でした。あ、僕のことじゃなかった。なるほど、なるほど、怖かった、怖かった、怖いよ、もう。なるほど、松竹の方が、そうそう、花井さんとかが出てるのが、そうまだっていうのは、あ、それはまだまだだと思いますよ、多分。いろいろね、松竹さんとか吉本さんのこれからもどんどんといけいけどんどん、まあ、ワロ展開ですからね。
だから多分芸人さんが出るはずです。そうそう、うん、もう正直あれで吉本さん使わへんで普通の役者さん使うんやったらわけわからへんから。だから第1話でも出てるじゃないですか、あのつっかいエブリデイのはいはいね、南光師匠、南光師匠出てますから、うん、つっかい品川言うんですか、つっかいエブリデイがもうだいぶと前の話になるんですけど、つっかいエブリデイのてげんのたくんなもんでって、つっかいエブリデイお弁当美味しかったよ。お弁当です。あでも明日、明日でもはい明日ノーお弁当です、いらんかも、もしかしたらということ、あのだからないの用意しなくても大丈夫って、あの、うん、スタートが遅いから。ああそうなんですか、はい、よかったよかった、だから、うん、なノーお弁当でフィニッシュ、あのマネーの虎みたいになってます、ノーお弁当、ノーお弁当でフィニッシュです。でもあさってはイル弁当、あさってもイル弁当、あさってイル弁、イル弁です、イル弁、うん、いやほんまやったらね、なんか食堂とかでも食べた方がいいかなと思うけど、うん、なんか食堂のご飯って憧れありますよね。あのね社食、社員食堂、あのねよいしょ、遠くから何やろ、遠距離法や、うん、あの、うん、あそこいつも行ってる、はい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 、いつも、うん、行ってるとこの食堂はめっちゃうまいですよ。いやいいじゃないですか、やっぱそこだけの、で何ここあっとここ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 こか、なんか書いてるものがごぼう星にしか見えへんねやけど、ごぼう、ごぼう星、ごぼう星書いてるように、こうで、うん、あ、間違えた、島内って書いてます。いやなんでなんでやねんそれ。まあいいや、いいや、食堂、いろんな食堂ね、いいですね、なかなかね、そういう食堂で食べるっていうこともなかったりするし、値段にこうびっくりするっていうのもあるじゃないですか、うん、お値段安いし、え、これ A 定 B 定でこんなにもあの入ってるもの変わるのとか、ね、え、320円って大丈夫ねえ、それがね、年末ね300円台あっ、おいあっ、おめでおい、こらお前お前こらお前バグバグお前、中学生とコラボすんの、中学生とコラボすんの、中学生とコラボキャッスン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 の、そろそろ若い子とコラボキャッスンの、中学生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 とコラボキャッスンの、あかん、マグさんが出てきた、これあかんわ、あかんわ、いやーもう寝ますねや、あれへんねや、お前寝る気ないやろうがボケ、まあ、ちょっとあおかお前嘘ばっかりこぐ、まあまあ最近ね、マグさんちゃうぞ、マグさんでもね、おセンチになってるんですよ。なんで、思春期あの怪我してからあの思春期こけて胸を強打してからだいぶとおセンチな感じになってあります。マジで元気、大丈夫ですかマグさんね、はよ直せよボケ、マグマグよお前お前はなんやお前、パソコン取ってこよ皆さん驚くから大声はね、あのマグさんが来てコメントを入れ出したら大声出すっていうことと、僕らが枠からはみ出すっていうことをね覚えていただけたら、完全に見せないですからね。あ、ちょっと周りの皆さん、そんなにあのマグさんとカルーアさんとかそんなコメント入れない方がいいですよ、そういうの、中学生とコラボしてるやろってやつでいいですよいやありがたいですけどね、胸部たくさん来てくれるのね、あの胸部強打配信者、胸部強打配信者、胸部強打配信者、気付けなあかんよ本当に、お前直せボケ、ほんまにほかんま、そのくせちゃんと中学生とツイキャスやってあのコラボしとる、やっぱりコラボしたいわ、やっぱりコラボしたいわって言うてるから、コラボ太郎やないか、ずっとずっと枠からはみ出たねん孫さんがおる間やめてもらえますあ、このシャツ2000円あ、そうでございます、地獄のようなね、うん、よいしょ、咳したりじゃ本人も完全に日々、お前あかんやんか、ざまほんまにちょっと行きなさいよ病院の方、え、病院行ってないんですか、あ、どうやろ、中学生とコラボキャストしてる人が暇あったらあんまに、中学生とコラボキャストしてるから病院行ってないんか、普通にあれですよ、なんや、野球観戦の方もずっと行ってますからね、病院行けや、どんだけ俺マグの行動を見とんだよお前それも気持ち悪いわなんや君は、何や君たちは、はい、ツイキャス気になる人出てくる、まあそうやね、あ、バッキバ、バッキバキに日々入ってるらしいですじゃあ医者行ってるわ、これ医者行ってるわ、レントゲン撮っとるわ、危ねえ、あ、じゃあこれ、じゃあこれ、いや、人違いやんかびっくりした。なんやお前もう。知ったんだやっぱ。まだマグさんにじゃなくなってますよ。ちゃう間違えた。ああどうだ。そうだ、ありがとうございます。マジハートマグ。ハートは気持ち悪いよほんまに。え、調子乗っとるわ。30以上のおっさん同士で、そうそう、うん、あの
やめてもらいます。ハートとか送り合うなんか、ほんまやめてもらいます。気持ちが悪い。気持ちが悪い。気色が悪いんで、はい。僕はそんなつもりは一切ございませんので。気色と思わない。いや、なんでやねん。まあ、いろいろとね。はい。食堂の話しとったやったっけ。食堂社食とか学食はうまい、うん、そう、特にあのカレーにねすごい差が出るじゃないですか。絶対カレーってあるでしょ。ある。カレーとカレーうどん、あるで、カレーうどんになった時にここの社員食堂はほんまにカレーのルーをそのままぶっこんどんのかぶっこんでないのかっていうのがすごい非常に気になるんですよ。場所によったらほんまにカレーのルーだけをうどん玉にぶっ込むカレーうどんが出たりするんですけど、ありますね。ちゃんとそのね社員食堂の中でも一緒に出してるうどんそばに使われるだしを溶いてカレーうどん用のだしとして出してるかどうかっていうので、あ、でかいっすね。そこのね、まあプラス20点30点ぐらいあるあるなったりマイナスになったりがあるんですよ。これはでかいでかいでかい。カレーうどんがね食いたいな。でも、カレー用のルーをうどんぶっかけタイプ、そうなっちゃうか。ちょっと流浄だしかけてくれるだけでも違いますからね。そうそう、だいぶと変わるからね。なったらその上からパラ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 えで、あのあれ何いきましたよ、味の素かけてくれるだけでも全然、だいぶと濃くない、それ。あ、でも違うか、ね、そのパラパラパラで、ほんのすけうどんだしで溶いてたほらな。そう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 。で、今週末で2週間なんで病院行きます。2週間ほったらかしか行ってなかった。ほんまに気付けた方がいいよ。ほんま魚肉ソーセージ入ってるカレーどう、食ったことない。食ったことない。僕なんかどっかで食ったことはあるんですけどね。なんだかんだで白芸カレーっていろんなもん入れてるから、なんだびっくりせん部分もあったりするんですよ。どでかい大根カレーみたいな、いいあのほんまおでんに出てくる大根みたいなのがごぼっていいな。これがねうまいんすよ。旬だれ旬やからね。そうそう、白芸カレーは大体うまいで、大体僕辛いから食えへんっていう言うてますね、うん、店長ちょっと辛い、うん、辛いこれちょっと無理ですって言うてね。辛い筑前煮カレーとかねありますからね。筑前煮の具材がそのままカレーの具材として使われる場合が、可能性広がるなあ。あれも美味しいですね。僕はやっぱりね、カブ使いたいんですよ。カブ？カブはちゃんとその何ですか、白い部分と葉っぱの部分どっちも全部使えるから、いい具合になるんですよ。でカブもね、ええ具合に大根みたいにとろけるまでいかないですけど、いい具合なこう何やろ、染み込みながら、ね、そうそう、ね、歯応えが残りながら溶けないっていうね、いいんですよ。あれうまいですよ、カブのカレー。そこにね結構トマト効かして、そうカットトマトで、もうあれですよ、あの缶のやつでいいですあ、いいんや、あれのカットトマトをズボってねぶっこんで、あとは何かな、ほうれん草やったり、肉の部分は合いびきのね、あれですよ、何、うん、ですか、ミンチを、うん、合いびきミンチをね入れていただいて、それだけでいいですよ。キーマカレーって安いとこで食ったら、うん、キーマしてなくてなんか薄いの出てきますね。キーマしなくて、キーマしてないですか。だから煮詰めてないから、うん、はいはいはい、なんかカレーにただひき肉入ってるだけのカレーっていう、あこれキーマがないっつってやっぱりミンチたくさん、あまり辛くないカレーを作ろう。僕たまにしか行かへんから、そんなに気使われると困る。キーマないカレー、減る糖のないカレー、なんかあれかな、これ何かかけようとしてるのかな。キーマないカレー無視しよう無視しよう、あの中学生とコラボキャストするやつ無視しよう。急にナイフ突き立てたみたいな返信入れますねあなた。無視しよう、怖い。もうあの、うん、自分大人やねんから自分責任取らなあかん。自分でちゃんと配達もちゃんと自分で片付けなあかんと思います僕。いやでもカレー美味しいからな、万能やしね。カレー食べたなってだって野菜も全部カレーで。小柄やな、小柄やってカレーあったっけ。カレーうどんあったんです。あ、カレーうどんね。カレーうどん、あ、今日カレーうどん食うたしな。マジで。あれですわ、あっちの方で丸亀さんで。で今やったらね、丸亀さんのところね、お魚さんの、天ぷらか、うん、あれが、うん、タチウオなんですよ。タチウオなかなかね甘みありますね。僕初めて食うたかもかな、タチウオの天ぷら。あ、そうでもないかな。でも今回食うたその丸亀さんのやつはすごい甘みがあってね、カレーに合うわ。カレーにディップしてこう。ディップしてこう。
食ってばっかりやん。ほんまね。あ、でも僕最近あかん。僕最近思われてるんですよね、うん、ラーメンばっか食ってるねって。ラーメン食うてんの危ない。だって多分先月僕多分あれでしょ、うん、あの外食費ほう記録す、僕絶対外食費は記録するんですけど、はい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 、まあまあ見えてなかった分も含めたやけど、あの 1.5 倍しましたもん。あの外食費が 1.5 倍するくらい。だから、外食費必ず記入するんですけどって言うた後に、あの入れてない分、闇に消える闇データがあるんですよ。あの領収書くれへんとかね。ああ、そういうやつ。なるほどなるほど。忘れてしまうから。でその分もちょっと加味した、加味、どう頑張って加味しても確実に外食費が 1.5 倍。 1.5 倍、それくらいラーメン。1.5 倍でそれぐらいラーメン食うって、はい、あれでしょ、お弁当も食うてるんでしょ。朝太るわな。危ないね。でも、でも明日はローストビーフ油そば食べますから。ローストビーフ油そば絶対食べるんで。ローストビーフ油そば、それは水木しげる作品で見て、水木しげる作品に出てきそうなキャラの顔。店長、もう僕のこと言えないですよ。歯茎グキグキマンが、あかんって。歯茎がグキグキで、わあ気持ち悪い。お、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散。ローストビーフ油そばっていいでしょ、最高でしょ。だって、だって、だってあれですよ、だって筋肉マンとテリーマンが組んだような感じですよ、こんな。そうでもない、もっと違う、なんかもっといいある。悟空とベジータが手組んだようなもん。テリーマンとラーメンマンでいいんじゃないですか。そばか。まあ油そばがあのね、中国にあんのかどうかわかんないですけど、ラーメン的な方で。そうか、うん、じゃあテリーマン、ローストビーフやし、テリーマンとラーメンマンが手組んだような感じでしょ。ローストビーフってアメリカ。どこ、スペイン、なんかあっちの方で。あ、じゃあスペインや、スペイン寄りにしましょう。なんか勝手にじゃあスペインに超人います。スペインマン多分。パスタマン。パスタマン、いいですね。パエリアマン、パエリアマンでしょ。パエリアマン、なんかここでジャッカジャッカやってた。そうそう、お前もなんかここで、おそらくローストビーフ油そばは重いかな。いや僕も多分きついと思いますよ。だから僕も波で。波なんや。波で、あれちゃいます。油そばとかつけ麺で波ってちょっとある方なんじゃなかったでしたっけ。いや、油そばは関係ないか。でかいんですよ。あ、そうか。ちなみに一昨日くらいは、うん、三田製麺所で、うん、あのつけ麺食べました。ただ忙しそうやから注文なんか頼むん気使うなと思って待ってたら15分くらい待ってしまいました。で言うタイミングも逃してもたし、店員さんも忙しそうやから、どうしたもんかな、どうしたもんかな、どうしたもんかなつって困ったなつって、挙句の果てにはあのなんかあのスッてなんかあの置いてた伝票片付けられて、俺なんか振った後みたいになって思って。嘘、しまったと思って、これはまずい、これはさすがに俺が悪いと思って、まずい、すいません、すいません、注文お願いします、注文お願いしますって。危ない。ね、誰、波でもけど、ラーメンブロガー、ラーメンブロガーです。いやでもラーメンブロガーもっとエグいっすよ。もっと食うてるやろうね。だってブリティッシュバタードッグさんですか、はいはいはい、ラーメン好きなんでしょ確か。あ、そうなんですね。で、なんかラーメン食いすぎて、うん、医者に本気で止められてるくらいだから、えー、でも、あごめん、ラーメン好きすぎて、うん、ラーメン好きブリティッシュバタードッグ。そうそうって聞いたけど、噂かなあれ。ラーメン好きブリティッシュバタードッグ。そうそう、ラーメン好き、ラーメン好き、ラーメン好き、あれなんかロシアっぽいな。ラーメン好き、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 ブリティッシュバタードッグ。イエーイ、イエーイ、オーライ。水木ひげるに適そうなキャラクターの。お、お、あ、気持ち悪い。悪霊退散、悪霊退散。はいはい、国籍が戻ってきた。はい、よろしくお願いします。スペインマンね。スペインマン、ブリティッシュスペインマン、ブリティッシュスペイン、あれブリティッシュやったらあれじゃないの。ほんまや、イングランド、じゃあイングランド、あ、イギリス、じゃあスペインマンです。スペインマン、まあパスタ攻撃は絶対そうでしょ。まあね、うん、ピュ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 飛ばすんでしょうね。でもそれってなんか他のやつもやってませんでした。でなんかありますよ、そら。で、あとは牛に攻撃させるとか。ああ、牛の、バッファローマンやないけ。あ、バッファローマンってスペインか。もしかしたらあいつがどこ、バッファローマンがスペイン。バッファローマンって何人、何人。まあとりあえず何系の超人ホイホイに、バッファローマンは、ね、やっぱりバッファローマンはスペインや。じゃあスペインやったんや。プリプリマンは、プリプリマン、プリプリマンはどこ。あのプリ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 マンです。
その超人方よりからプリプリマンのポーズで筋肉マンがねあのボタン押してもうてなんじゃこれはデビルマジシャンもスペインらしいですよ。デビルマジシャンってどんなん知らん分からへん。あすごい知りたいデビルマジシャンだから、うん、だからあれですよだからバッファローマンと、うん、ラーメンマンが手組んだようなもんですよ。ロースビーフ油そば やっと戻ってきた。そういうことですよ。やっと戻ってきましたよ。輝いてる黄金のコンビですよ。まあね、たまんないでしょ。いいな、いいな、確かに。食べに来ました。あれちょっと待って。うん。おるやん。えおるやんっていうか。油そばマン。いや、違う。バッファローマンとモンゴルマンで、うん、タッグ組んでたでしょ。マジでここに鉄の、肩のパッドつけてるやつ。モンゴルマンです。あれ何ですか。マコさん、マコさん調べて。よう知っとんねんから。2000万パワーズ。2000万パワーズ。そう。そうやんか。ライアン。もうあれがローストビーフ油そば。油そばタッグ。ローストビーフ油そば。よかった。ライアンおんねやもう。ライアンおるんじゃないですか。もうとっくのも。なぜありもんやったんですね。ローストビーフ油そば。喜んで食べれば。そういうことだ。デビルマジシャンスカルポーズの相方や。全然。あー、なるほど。スカルポーズの相方か。スカルポーズってもうあれどう言ったらいいんかな。結構最初に出てくるやつですよ、うんうん、いましたね。筋肉マンみたいわ。筋肉マンはもう最初の方本当にわけわからんくなってくる。アメリカ遠征タッグ編もう知らんわ。詳しすぎんねんほんまに。だから筋肉マンと、うん、バキと北斗の拳はちょっと年内に抑えたかったんですよね。ぶっちゃけ北斗の拳はでもまだあれじゃない。まあ比較的楽やけど、うん、はいこんばんは、ね、はいこんばんは、お疲れ様です。どうもこんばんはです。いやなんか、うん、もうバキばっかり押さえてんのも、あとはバキとシュワちゃんしか答えてない。バキも長いから説明文多かったりするし、回想シーンで丸々終わらせる回とかあったりするやんか。わかります。ああ幼年期編ね。幼年期編というか、あの誰々が事件を見たことを本人出さずに、いや僕はねただ見てただけなんですけど、あのそれ後半気づいたらね、それバキ道でやりがちなやつや。もうやめろ。ハンマーバキで車がふわっと浮いてたんですよね。あれって思ったんですけど、人ですかねあれって。そしたらその場で戦ってるこうバキやったり変なやつがもうボッカンボッカン車吹っ飛ばすぐらいのハンマーバキや。それハンマーバキでやってるってやつ。そんなことやってたりね。スペック戦やったもんそれ。いろいろありましたけど、なんかでもローストビーフ油そば食ってきます明日は。食った後にお弁当食べに行く。仕事行きます。お弁当食べに行く。めっちゃ食べるやんもう。今調べたローストビーフはイギリス料理。えローストビーフ。じゃあブリティッシュバタードッグさん一人で、じゃあ一人でラーメン好きやし、いける。ブリティッシュバタードッグや。ブリティッシュバタードッグ食べに行かなあかんや。ほんまや。ブリティッシュバタードッグさんとラーメンマンが手を組んだって。手を組んだ。ラモンゴルマンかね。で何やったらブリティッシュバタードッグ何万パワーズ。何万パワーズなんだ。何万パワーズになるんですそうだったら。でも超人かなブリティッシュバタードッグさん。でしょでしょ。じゃあ1200万パワーズ。ああちょっと1200万パワーズ。やっぱりバッファローマンにはかなわへんかさすがに。元がようわからへんから人間やしね一応ね、うん、そうそうそう。どうしてええか。あれ人間やったやつ。人間じゃないかもしれへん。もしかしたら超人に憧れた人間は。超人に憧れた人間はゼロにもアパッチの雄たけびはできました。でも気づいたら途中で超人にしてもらったやつですよね、うん、そうそうそう。なんか上場酌量で。あとはあれですよ、クロッケンジュニアも何やったっけ、ドクロか何かをこう取って超人じゃなくなったら、うん、プリズムマンのプリズム光線を浴びても全然こうビッとしてるっていう。超人って何やねん。なんかプリズムマンの光線食らってもビッとできたんや。あれは超人にしか効かへんからバーッと浴びてたらあかんねんけども、あそれも超人じゃなくなったらビッとできんねん。人間になってビッとできんですよね。マグさんイギリスといえばロビン・マスク。わあそっちかい。ロビン・マスクとビッグ・ベンやんか。あれもじゃあロビン・マスクとラーメンマンが手組んだようなもんですよ。だからローストビーフのラスバは、うん、もうそれでそう、まあ、じゃあブリティッシュバタードッグさん1人でもいけるけど、1人でもいけるけどか、ロビンマスクとモンゴルマンを手を組ますか。モンゴルマンどっちか。ラーメンマンどっちかね。モンゴルマンもあのようわからん、ラーメンマンがようわからん木をずっとこう削って作りあれ木で削ったマスクどうなっとんのって思うけど、あちゃんと汗かくし目動くしこう
こう垂れ目だったりキッてなったりこうすごいね。なんかあのほらシュッて一瞬でほら顔変わる変面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 系でしょ。モンゴルマン変面やった変面系じゃん。帽子のドクロがブロッケン家の超人の証らしい。ああ、じゃあやっぱりあれと取ったら普通の人だ。だから それ取ってビッビッとプリズムマンの攻撃を回避するビッっていう。そうビッとできる。なるほどね。大変ですよ。で筋肉マンある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 というか楽しい、いろんな場面でした。やっぱり筋肉は抑えとかなあかんって。抑えとかなあかんかな。筋肉マンあるあるよ。だって、うん、だってほらあの公式審判のレッドショルダーマンっていう人いるんですよ。レッドショルダーマンってあのじいさんで公式の審判がいるんですよ。レッドショルダーマン。そうなんや。じゃあレッドシューズマンか。何でしたっけ。レッドシューズマンかもわからん。だってあの新日本プロレスのおい超人もでしょ。おい超人。今が何それ。なんかおいた超人。おい超人。森永のココア大好きなレッドシューズマンですよね。それレッドシューズマン何でしたっけ。公式審判新日本プロレスのほんまにリングで審判やってあるのがレッドシューズさんなんですよ。あれだから筋肉マンでさっき使っててのそれでレッドシューズさんにされたのかあっていうのもあったりするからね。いましたよね公式審判レッドシューズマン。レッドシューズマンあれ本物せらんのかあじゃあおんのかな、おんのかな。レッドシューズマンがおるかおらんか。多分そうおい、あの筋肉マンの中でおるかどうか。おいマコさん、はい、おしゃべり早くあと4分しかない、ね、あと4分ずっとカルーアのミルクマコさんしかこうコメント流れていってないですけど。あのね、分かったんですよはい、あのなんかみんな気使いやから。ああそうか、一人がここで会話しだしたらね、ごめんなさい。みんなけんあのいいんですよ、みんな思い思いそうそう、みんながあの分かる範囲のことを調べてもらったらコメント打ちまくってくれたらあの、うん、おもろいなって思うのは拾うけど、おもんないなって思うと無視するんで。しゃあかんやん。あ、ちゃうわ。それがあかんねん、それは。大丈夫大丈夫。あとはあのちょっとあの読解力がなさすぎてあの何言ってるか分からへんって逆にするパターン。僕らがね、あのそうそう、まあ、一番多いのは最後の、あやっぱりレッドシューズマンやで合ってる。でも最だから結構前のところで、前のまあまあ結構初めの方にいます。じゃあ絶対あるよね。それを見てからの多分新日本プロレスのレフリーの方は撮ってるんやと思うわ。じゃあレッドシューズです、うん、レッドシューズさんありがとうございます。多分筋肉マンで調べたら出ますよ、レッドシューズマン。ちょっと見てください。ちょっと意外に角張りのさあ、告知ある。告知言う。告知はですね、次の次僕やる、やらない。はい時間が遅いからはい、あじゃあもう告知でいこうか。はい、どうぞ。ですね、10月の22日に日曜日ですね、うん、地獄の遺伝子の単独ライブが、はい、難波白芸でございまして、何回目、99回目。わー、ついに99回目。やっべー、やばいですよ。こちらがですね、夜の8時から、はい、1500円でワンドリンク付きでやりますので、また詳しいことはね、はい、ツイッターの方で上げたりもしますので、よろしくお願いいたします。そして10月はですね、10月の28日に、はい、福岡県の方でも、うん、地獄の遺伝子のライブがありまして、はい、スーパージャパンツアー2017と題しまして、はい、こちらの方の告知もツイッターの方で上げてますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでございます。あ、もういいんですか。あ、大丈夫です、それぐらい、ね、僕からは一応協賛している、あの11月11日にディスコファンタジアという女装のイベントがありまして、そちらの方私、一応お手伝いという形であのちょっと見に行きますので、ぜひよかったら一緒に遊んでください。 あとは何回も言ってますけど、11月1日に、幼少期左官から4年目を迎えます。イエーイ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 。何もすることを決めて、あ、どどすこい、その僕のうちのレベルの明日への活力、どどすこいこいこちゃんも出演しますんで、ぜひよかったらよろしくお願いします。ちゃんとミルクさんが、カロアのミルクさん、マグロさんが。11月のね、多分ね、でもハロウィンが前にあるから、多分11月の第1か第2にずらします。周年イベント的なやつは、何をするか何も決めてません。はい、というわけですね。楽しみに、はい、ということになってますから、ね、まあまあまあ2人くらい殺します。ちゃっかりマグさんがあれですよ、私の去年のキャスでも地獄の上で報告します。っていうことはちょっとこっちの方に来ても2人の分かる情報を言うてますせみたいなことで流そうとしてはんねん、この人やらしいわ、ほんまに。その中でコラボ呼べよ。コラボしようとして、中学生のコラボ呼べよコラボしようとしやがって、中学生とコラボさせ、ほんまにコラボさせえな。しまった、しまった、ああああ
ひわひゃーダメだー。違う、我らは違う。言うてる間に、29分50秒ということで、はい、ぜひともね皆様、また来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと2秒、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、こちらの方でチャンネル登録、あとはあの次のおすすめの動画とか上げてますんで、よかったら見てやってください。どうもありがとうございました。